今回ね、まあいつもね助っ人外国人のね、話をしているんですけど、今回はね、内川の話をしていきたいと思います。はい、内川選手はですね、ソフトバンク2020年出場なく、終わってしまったんですけど、で、まあ、そこから、自由契約になって、で、ヤクルトにね入団するというような発表がついに出ましたね。背番号7ということで、ヤクルトの背番号7はしばらく空いてましたんで、まあその、まあ、前のヤクルトの背番号7といえば田中宏康、まあ、5時のチャイムが鳴りましたけど、田中宏康っていうね、イメージがありますけど、まあその背番号7を、内川選手がね、引き継いで、来シーズン戦っていくということですね。で、まあ内川選手ね、ちょっと話をしていくんですけど、まあ2020年は出場がなく終わったんですけど、2019年ね2割5分6厘12ホーマーで、その2018年前の年は2割4分2厘8ホーマー、その前の年2017年2割9分7厘12ホーマーってことで、まあ、ちょっと最近はねあんまりこう73試合71試合でも、2019年137試合ありましたけど、2020年は1軍での出場がなしということで、まあなかなかね出場機会に恵まれなかったっていう部分が、あるみたいですけども、それでまあヤクルトに来るということらしいです。で、今年に関しては2軍で3割2分7厘っていうね高打率を記録して、まあまだまだバッティングはいけるぞという感じみたいなんですけど、まあ成績の予想をねちょっと貼ってきましたけど、書いて作ってきましたけど、まあこれ年齢による衰えとかを加味して、あと出場試合数ですね、打席数とかをちょっとなんていうんですかね、まあ少なくしてますっていうのは、その村上とかね、オスーナとかいるんで、まあ一塁での起用が考えられてますけど、まあ村上がいる以上ね、あんまりこう出場機会はそんな増えないかなっていうのはあるんで、一応200打席立つという計算で、ある程度数字を計算してきましたね。はい。で、まあ、60試合200打席ぐらい立って、どうなるかっていう感じの予想ですけど、まあ、2割8分5厘、4ホーマーっていう感じの、ちょっと、数字にしましたね。はい。まあ、これには理由はいろいろあるんですけど、まあ、その内川選手はですね、ここ数年本当に打率が下がってまして、でもこれに関して本人がそのホームランを目指したバッティング、ホームラン狙いのバッティングをしたことによってちょっと打撃の感覚が狂ってしまったと。でそれが今シーズンはもうちょっとこうミートしてヒットを打つバッティングに戻して感覚が戻ってきたっていう話もあるんですけど、まあ、これバビップっていう指標を見ていくとですね、まあ、これはバビップはだいたい3割ぐらいに収束するというふうに言われてるんですけど、で、バッティング技術が高いんでね、バビップが高い時期もあって、まあ、その選手のバッティング技術っていうのがバビップに反映される部分もありますから、それでまあこの高いバビップ、特にこの4割近い数字を記録してる時とかは本当にバッティング技術の高さっていうのを伺えるんですけど、2割4分6厘2割6分2厘ってこれ2割9分1厘とかね、運が悪いという見方もできるわけですよね。まあそのこれはねフェアゾーンに飛んだ打球がヒットになる割合なんですけど、これが3割を大きく下回ってるわけですよ。っていうのはかなり運が悪かったと。で、本来内川選手の能力っていうのを考えたら、もうちょっとね、高いマビップを、期待できると思うんですよね。っていう意味で、まあ、その、今シーズンはミートに徹したバッティングで、ちょっとバッティングのスタイルを変えたっていうふうにも言ってましたけども、まあ、そういうところを考えるとですね、まあ、あれですよ、もうちょっと打率を上げることが期待できるんじゃないかなと。いうことでも打率2割8分5厘ですね、まあ、これはまあ控えめな数字になってるんですけど、まあ、これしょうがないですね、まあ、その年齢的な部分もありますし、まあ、最近その、まあ、結局一軍のボールは打ってないので何とも言えないっていう部分がありますんでね、はい、
まあこんな感じでとりあえず、まあ現実的な数字にしてきました。はい、ホームランのペース、まあ、本塁打率 46.5、 これまあフル出場して、まあ、2桁ホームラン打つか打たないかぐらいのペースですね。まあそんなに、まあ、その本人がミート中心のバッティングをしてにしたっていう切り替えたっていうのもありますし、まあソフトバンク自体はね結構ホームランコンスタントに打ってるんですけど、まあ年齢によるパワーの衰えみたいな部分も、加味しないといけないんで、まあ 46.5、 まあ年間10本いくかいかないかぐらいのペースにしておきました。まあ神宮球場はホームランが出やすい球場なんで、まあ、そういう意味でホームランを、若干、まあ、パークファクターも加味して、まあ、4本という感じですね。でツーベースの数5本っていうのはまあそうですね、まあこんなもんかなっていう感じですね。まあイソピーとかも加味しつつ、まあイソピー最終的に 0.91 じゃん0割9分1厘ということで、まあ全盛期よりは長打力という面ではちょっと衰えてるというような感じになってます。はい、であとは選球眼的な部分ですけど、まあこの辺はねまあそうですね、まあ0割4分とかたりもしますけども、まあこんな感じかなっていうあれですね。まあ選球眼的な部分、まあ衰えは見せていくとは思うんですけど、まあとりあえずこれぐらいの数値かな。通算の数字から見てもまあ少しずつ落ちている傾向ではあるので、まあそういう部分かなっていうところとっていう感じですかね。で OPS7 割1厘ということで、まあどうでしょうかね。まあこれぐらいの働きはまあ十分期待できるとは思うんですよね。でまあこれぐらいの仕事をやってくれれば結構戦力としては大きいんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあヤクルトはベテランが多すぎるっていう問題もちょっとあるので、まあそこは問題なんですけど、まあ、ただ代打とかねいろいろ起用法ありますし、まあ一塁で使うと言ってますけど、まあ外野で使うっていう可能性もありえるんで、まあ外野手として起用できることも考えれば、まあ、結構ありなんじゃないかなと思います。ただ内川がバリバリにスタメンで出まくるようになると、それはそれでちょっとねっていう、戦力的にはやっぱスーパーサブというか、まあ、サブでこれぐらいの選手がいるとすごいチームとしては助かるけど、まあ内川がスタメンをバリバリやっちゃうとチーム状況がちょっと苦しいっていう状況になる、まあ、ある意味そういうバロメーターなのかなっていう感じはしますけどね。はい、まあでもやっぱりねバッティング技術っていうのはねすごい選手なんで、まあその辺をねかなり期待して、でまあだシュアなバッティングの復活をちょっと期待したいところですね。通算打率3割3厘なので、まあ、できれば3割ね打ってね、通算打率も3割に乗せたまま引退するのが、まあ、すごいかっこいいとは思うんですけど、どうなるか、まあそういうところですね。まあヤクルト今年結構補強してるんで、楽天の近藤を拾うというね、育成で拾うという話もありますし、あとなんか今日のニュースでは宮台くんね、東大のエースだった宮台くんを拾うっていうニュースもありましたけど、まあ、宮台くんは左腕でね、チェンジアップでしたっけ、チェンジアップとスライダーのピッチャーだったと思うんですけど、まあ、左腕でチェンジアップとスライダーって最近の流行りのタイプですよね。今永とかもそうですけど、まあ、チェンジアップ、スライダーをできればもうちょっとカットボールよりなちょっと速いスライダーとかがあればね、その特に今流行りの左腕ピッチャーって感じになりますけど、まあそういうタイプのねピッチャーになれれば、まあ、宮台くんもねかなり面白いピッチャーになると思うんですよね。まあ、どれぐらい、宮台くんが戦力になるか分かりませんが、まあ、日本ハムもね育成 再契約をね、する予定だったみたいなんで、別にソフトバンクを完全に戦力外になったわけで、日本ハムも完全に戦力外になったわけではないので、そういう意味では宮台くんも戦力として他球団も評価してたっていう部分は、期待できるかなという部分かなというふうに思います。あと三振の割合ですけどね、
三振の割合も、まあ若干増やしておくという感じですね。はい、まあ併殺もちょっと多めにしつつっていう、まあそんな感じの、査定というか予想になりましたけど、これがどう転ぶかですね。まあ日本人選手の年齢による衰えとか成長とかいうのを加味して成績を予想するっていうのは、まあ今まで僕はやってこなかったので、今回初めてやることになるんですけど、果たしてこれが当たるのか外れるのかっていうのはちょっと僕も楽しみにしながら、見ていきたいと思います。はい、ということで、今回そんな感じで、ヤクルトに入団した内川選手の成績予想でした。はい、お疲れ様でした。バイバイ。